ラオチンです。スターオーシャン2やっていきます。よろしくお願いします。さあ今日はお金稼ぎやっていきたいと思います。このゲームそこまでお金は重要ではないんですけども、序盤からお金稼ぎすることができますね。カンストさせることも可能だと思います。もう4週目ぐらいに入ってるのでだいぶお金持ってるんですけども、この方法があれば本当に簡単にいけます。まずですね、食材を売るところでロマネコンチが売ってあるところがあります。これを買って売るっていう方法なんですけども、普通に買うと、高いです。なので何でも鑑定、これプラス、アイテムを使って安く購入します。そして高く売る、それを繰り返すだけですね。まず何でも鑑定とプラスでこれを使います。シンデレラグラスですね。ショップでの購入価格がマイナス 25% 引きになります。でさらにこれ裏帳簿ですね、これでさらに 10% 引きになります。合計で 35% 引きですね。でさらにさらにこれもあると、お得です。あった、アイテムが多くてわからなくなりますね。カス漬けですね。これで何でも鑑定の効果がプラス 10% 上乗せされます。はい、この状態でロマネコンチを買っていきます。まず鑑定します。そうすると、補正率 40% まで上がります。でこの状態でロマネコンチが、17万ですね。これで買います。で売ります。35万ですね。17万ずつ1個につきプラスされていくっていう感じです。まあ、これをただただ繰り返すだけですね。ロマネコンチを、最大割引で買って売るっていうなんとも簡単なやり方でマックスまでいけます。まあ、そこまでねお金は必要ではないんですけども、まあ、序盤からあると意外と役に立つこともあります。次でマックスになるかな、どうだろう。あ、次だな。 OK、 ロマネコンチの、価格が上がればもうちょっと早くいけると思うんですけども、あ、まだだまだだ、まだまだですね。桁がもう一桁上があるんだ。 OK、まあ、とりあえずこんな感じでお金稼ぎ、序盤からめちゃくちゃできます。まあゲームバランスだいぶ崩れるんですけども、まあ装備でもねだいぶ崩れてるんですけども、はい、お金も稼ぐことが簡単にできます。お金に困ってる方はぜひやってみてください。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。